はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もねフィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはこちら。はい、迷彩マサラ感もうとっくの塔に発売された商品なんですが、私は本日手に入れました。はい、というのもね、そもそも私予約してなかったんですよね。うん、まあもちろんちょっと買う気もなかったんですよ、正直。でもね、この後に出るベジータ、それのね出来がちょっと良さそうなんですよ。そうなると2体飾りたくなるじゃないですか、はい、そういうことなんで、ちょっとね今ネットとかだとすごい安くなってるんでね、こちらの悟空が、はい、なので今のうちに買っといた方がいいかなということでちょっと買いました、はい、一応未開封品ということで購入はしましたね。はい、まあ、こういう感じでもうアクションフィギュアですよね、うん、フィギュアアーツより大きくて、出来もいいのか悪いのか分かりませんけれどもね、第1弾なんで。イマジネーションワークス、しかもこれはね9分の1スケールということでね統一されるみたいですけれども、でこれね多分今は本当もう定価割れしちゃってるけど、ベジータが出た時点でね多分需要が高まると思うんですよ、この悟空も。まあ、おそらくその出るタイミングで悟空も再販する可能性は高いんですけれども、まあ、もちろんね、中古市場でも多分今より値が上がると思います悟空。その懸念をねもうちょっと払拭しようと思ってね、安いうちに購入した次第であります。はい、ということでねすごい今更感なんですが、こちらを開封していきたいと思います。なのでねもうとっくにご存知の方多いと思うんでね、まあ一応簡単なねレビューとはなってしまうと思いますが、最後までお付き合いいただければなと思います。では早速ね開封してブリスターの状態でしょうね、はい、見ていきましょう。はい、開封しました。こんな感じで入ってますね。はい、まあパーツがね結構いっぱいありますね、やっぱり。で下には専用の台座、でこちらが説明書ですかね、説明書ですね、はい、まあこんな感じで。はい、では早速ねフィギュア自体取り出して見ていきましょう。はい、一応フィギュアの状態ですがこちら、はい、まあ可動式なんでね、こういうところはやっぱりね、ちょっとおもちゃ感がありますが、で色移り防止のためのこれねシートが挟まってます。でこれ驚きなのがね、てっきりここはあのボールジョイントの中でなんか見えちゃってるのかなと思ったけど、これ見えないね、しかもこれめっちゃ気持ちいいっつうのか気持ち悪いっていうのかわかんないけど、思いっきり本当の肌っぽい感じなんですよね、手触りが。これ継ぎ目とかもないんですよ、本当の肌みたいな。これでこうやって稼働するんだね、これすごいわ。手に取って初めてわかる凄さ、はい、こういうのがあるから実物ちょっと手に取ってみないとわからないんですよねフィギュアは。ここはすごいな、で僕の顔はね、こう横ちょっ
と斜めとかから見るとね、目がねちょっと、出っ張ってる感じがしてね、おかしな感じはあるんですが、まあ、正面から見た感じはいいですよね、似てます、はい。ここら辺の角もね、やっぱりねこうかなり結構稼働しますね、で腕はここまでで、こうやってちゃんとね皮膚がこうたわむ感じもちゃんと再現できるっていうかね、で手首もこうやって動かせるんでね、結構さまざまなポージングが可能となっていますね、はい。ではちょっとねヘッドパーツ変えてスーパーサイジにしてみますか。はいはい、ちょっとその前にねパーツとかの確認をしたいと思います。こちらがね目のパーツ、はい、これはノーマル悟空の目のパーツですね、これだけを見ると面白いですね、はい。でこちらがスーパーサイヤ人のヘッドパーツ、ここら辺にパーツを入れていく感じだな、このねスーパーサイヤ人の髪の毛の状態もねすごいいいですね、トゲトゲしてる、めっちゃシャープ、いいね。でこちらがねノーマルの悟空のヘッドパーツ、叫び顔ですね、 目がねないんでちょっとこれをね試しにつけてみましょう。はい、こういう感じで再現できるわけですね、はい。なるほど。でスーパーサイヤ人のフェイスパーツ、こちらが2種類、歯を食いしばったフェイスパーツと通常のフェイスパーツ、はい。でスーパーサイヤ人の目のパーツ、はい、こんな感じですね、3パーツあります、目はスーパーサイヤ人、はい。試しにこちらのね歯を食いしばったフェイスパーツとこの目のパーツを組み合わせてみましょう、はい。こういう感じにはなりますね、かなり目が寄ってる感じに見えるね、あんまこの通常の目のパーツあんま良くないな、はい。でこれね斜め左上を見ている感じ、はい、この方がいいね、自然的な感じ、ちょうどねフリーザ戦で悟空が初めてスーパーサイヤ人になってねフリーザを睨む時の、感じになりますね、再現できます、はい。で手のパーツがね、まあこちら左右で同じパーツなんで、こういう感じのと気功波を放つ手のパーツで、こちらはね、瞬間移動する時の手パーツですかね、決して魔漢光殺法ではないでこういうパーツね、はい。で左右で同じですね、パーツの種類は、はい、この4パーツという以上なんで、ちょっとスーパーサイヤ人にヘッドパーツ変えてみたいと思います。はい、スーパーサイヤ人のフェイスパーツ、ヘッドパーツですね、付け替えました、こちら、はい。いやこれはこれでいいですね、まあ、ちょうどねこう初めてスーパーサイヤ人になった風な感じで目のパーツ
左上を見ているパーツに付け替えました。いや、なかなかいいんじゃないですかね。やっぱ正面を見るとね、ちょっと間抜けみたいな感じになっちゃうんでね、目が寄っちゃって、この角度とこのね、まあ、一文字に結んだ口、これが一番いいな。で、今更ながらにね、この道着も柔らかいですね、素材が。なんだろうね、ゴムなのかな、軟質のプラスチックなのかわかんないけど、すごい柔らかい。ここの下のは硬いですけれどもね、ここも硬い、こう上のこの道着だけ柔らかい素材、とにかくね、ほんとここのね、腕の肌の部分がすごい気持ちいい感じに思えてきた。プニプニしてるんですよ、これはいいね。ではね、ちょっとポーズ撮ってみましょう。はい、まずね、まあちょっとしたワンシーンをちょっと再現したんですが、まあ、分かる人には分かるじゃないでしょうか。こちら、はい、このシーン分かる人は分かりますよね。まあ、ただ悟空の表情がね、このちょっと笑みを浮かんでるフェイスパーツがないんですよ、本当はちょっとニヤって笑ってるところなんですけれども、はい、そうです、セル編の時のね、セルが自爆する時の悟空、はい、瞬間移動する時のね、みんなにこうやってバイバイって手を振るんだけど、ちょっとねこういう感じで握ってるんですよね、指はね。それを再現できます。ただフェイスパーツにちょっとね、にやけが惜しかったな。惜しいね。でもそれが結構忠実に再現できるのはすごいね。これはいい。はい。はい。で、もう一つがこちら。はい。これもね、わかる人はわかるけど、まあ、ちょっとね、これもちょっとにやけ顔が惜しかったな。これあれですね、フリーザに衝撃波、放つ時のポーズですね。いや、これもかっこいいね。いや、意外にこうやっていろいろできる、面白いこのシリーズ。はい、ちょっとね、プライムワンの悟空知ってますかね、あの高額フィギュアあのね、スーパーサイヤ人3のヘッドパーツついたやつが17万円もするやつ、はい、あれのね、ちょっとポージングをちょっと似せてちょっと撮ってみたんですけれども、こちら、はい、やっぱね、ちょっと限界があるな。まあ、でも再現できないことはない、まあ、自分がもうちょっとなんできればいいんですけれどもね、まあ、いろいろとね、ちょっとねポージング試したんですけど、なかなかうまくいかないですね。やっぱ表情ありきっていうのもあるし、可動幅っていうのもあるしね、さすがにね、こういう感じまで行くとね、こう後ろがね、ちょっとここら辺がおかしな感じになっちゃいますね、なかなか表現が難しい。これといったね、自分のポージングがね、取れないんですよね。
で、このね、ちなみにこのね、台座、ここにね、こうやって普通はこうやって、これを股の下にくぐらせて腰に挟むって感じなんですよ。まあこういう感じでね、うん、こういう感じで飾れるっていうやつなんですが、そう、こうやってね、一貫線、ここのね、パーツの節々がね、めっちゃやばいんだわ。柔らかすぎて、全然支えきれないんですよ。めっちゃ役立たずやん、この台座が支柱。これは無理やな。すいません、ちなみにね、こうやってカメハメハのポーズを取ろうとするとね、はい、取れなくはないんですよ、はい、カメハメハになってますよね。ただ一貫線手が短いっていうね。めっちゃここをね、こう肘を折らないとね、こうちゃんと構えられないっていう。うん、なかなかちょっと厳しいね。だからもうこれはもう正面を向いた感じじゃないとカメハメハは決まらないね。正面だとこういう風にできるんですよね、うん、なかなか難しいなこれ。はい、一応カメハメハを放っている正面を向いた悟空、はい、こんな感じですね。やっぱ目が寄りすぎてるんだよな。こういう感じにはなりますね。やっぱなんか違うんだよな。むずいな。自分のこのポーズセンスがないのか、この可動域がじゃあちょっともうちょっとあった方がいいのかわかんないよこれ。はい、ちょっとね、もうワンパーツね、はい、ちょっとクイズです。こちらのポーズ、このポーズ分かる人いますかね。もうちょっと手の角度こうかな。足の方がよく分かんないけど、ちょっとこうこういう感じかな、うん、まあ、ちょっとね、道着とかのあれもありますが、これはもうあれですね、フーの最終決戦、元気玉で普通のノーマル悟空で押してたんですが、押し返されそうになってみんなの元気を集めてスーパーサイヤ人になった時の悟空の一押し、はい、その時ですね、またなっていう時の分かりづらいかな。分かる人には分かるとは思うんですけれどもね、うん、で片目つぶってね、こう叫んでる顔があればね完璧だったんですけどね、最後の一押しでこう肩にね、こっちの肩に全力を乗せてはーってやるね。いや、なんだかんだすっげー遊んでんな俺。可動フィギュアってこういうことか。なるほど、これが可動フィギュアのいいところなのかな。思わずいろいろ遊んじゃってますね、なんだかんだね。いや、ポーズが決まんないんですよね。いやーもうね、いろいろいじってたらね、もうね、関節が緩くなってきたんでね。いやもうこれはほんとね、遊ぶためのフィギュアでしょうね。うん。関節ガシガシ動かして遊ぶための。はい。まあ、やっぱね、固定ポーズじゃないんでね、やっぱそういうのを前提としてるんでしょうね。
だからしょうがないって、いろいろポーズ作ったんですが、結局ね、次に出てくるベジータにも、一緒に飾るのを考えて、こういうポーズにしました。カメハメハを打つ時のポーズですね。はい、あのね、この支柱はね、普通にネジで締めれば固定はできますね。ただ長時間は多分へたってくると思います。はい、いや難しいな、これポーズとんの。いやあんまそんなガシガシして遊んだことないからね。いやこういうフィギュアでね、いやーむずい。はい、ということでね、今回はねちょっと一回転させようと思ったんですが、ちょっと裏とかね見るとね、ちょっとねよろしくない感じがするんで、このまんま終わりたいと思います。ではね、今日はこの辺でお別れしたいと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。